東日本大震災は2011年3月11日14時46分18.1秒に発生した東北地方太平洋沖地震による災害及びこれに伴う福島第一原子力発電所事故による災害である大規模な地震災害であることから大震災と呼称される東日本各地での大きな揺れや大津波火災などにより 東北地方を中心に12都道府県で2万2000人余りの死者、行方不明者が発生した。これは明治以降の日本の地震被害としては関東大震災に次ぐ2番目の規模の被害となった。沿岸部の町を津波が襲来し破壊し尽くす様子や福島第一原子力発電所におけるメルトダウン発生は地球規模で大きな衝撃を与えた。発生した日付から 3.11などと称することも、ある。津波によって浸水した宮城県仙台市、宮城の区園岸。津波火災も発生した。津波によって壊滅した岩手県陸前高田市、おとも町津波で流出し、太平洋を漂う家屋。津波の引き潮により多くの行方不明者も出した。津波と地盤沈下で海中に水没した宮城県気仙沼市の。 建物宮城県東松島市の指定避難所を襲った津波の犠牲者津波で変わってしまった砂浜詳細は東北地方太平洋沖地震を参照2011年3月11日14時46分18.1秒宮城県大鹿半島の東南東沖 130km を震源とする東北地方太平洋沖地震が発生した地震の規模は モーメントマグニチュード9.0で発生時点において日本周辺における観測史上最大の地震である。震源域は広大で岩手県沖から茨城県沖までの南北約 500km、東西約 200km のおよそ10万平方キロメートルに及ぶ。最大震度は宮城県栗原市で観測された震度7で宮城、福島、茨城、 栃木の4県36市町村と仙台市内の1区で震度6強を観測した。観測された最大加速度は宮城県栗原市の K ネット、月立て観測点で記録された2933ガル。震災地震現象の命名と震災の命名も参照、東北地方太平洋沖地震名称も参照発生当日の16時20分に、気象庁は、 この地震現象に対して平成23年東北地方太平洋沖地震と命名した。これに対しメディアや組織、団体は地震による津波や原子力事故などの災害に着目して東日本大震災や東北関東大震災などの故障人間に用いていた。同年4月1日に日本政府は 持ち回り閣議で、当地震によってもたらされた災害を指す名称を東日本大震災とすることを了解し、当時内閣総理大臣の神奈緒が平成23年度予算成立を受けての記者会見で発表した。これ以降、地震の現象を指す東北地方太平洋沖地震と、それによってもたらされた災害を指す東日本大震災という二つの用語が並立した。 ただし地震そのものについても東日本大震災の名称を用いるメディアもある。気象庁は現象の名称と災害の名称との違いに注意を喚起しており、東北地方太平洋沖地震は東日本大震災と同じですかとの質問に違います。前者は地震の名称です。後者は災害の名称です。と答えている。政府による 災害名統一以前に使用されていた震災の主な名称として以下のものがある。大震災だけではなく大地震や巨大地震も震災を指して使われていた。閣議によって震災の名称が決定したので日本赤十字社の義援金受付口座名も変更された。また、この震災で発生した津波に対して地元市を中心に一部で明治三陸津波、 明治三陸大津波や昭和三陸津波と並び平成三陸津波、平成三陸大津波の故障を使用している。しかし政府など公的機関は名称を定めていない。この地震により場所によっては波高10メートル以上、最大素上高40.1メートルにも上る巨大な津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に 壊滅的な被害が発生した。また、巨大津波以外にも、地震の揺れや液状化現象、地盤沈下、ダムの決壊などによって、北海道南岸から東北地方を経て、東京湾を含む関東南部に至る広大な範囲で被害が発生し、各種インフラが寸断された。2020年12月10日時点で、震災による死者。 行方不明者は18,425人、建築物の全壊、流出、半壊は合わせて404,893個が公式に確認されている。震災発生直後のピーク時においては避難者は約47万人、停電世帯は800万個以上、断水世帯は180万個以上などの数値が報告されている。復興庁によると、 2021年2月28日時点の避難者などの数は4万1241人となっており、避難が長期化していることが特徴的である。日本国政府は震災による直接的な被害額を16兆円から25兆円と試算している。この額は被害が大きかった岩手、宮城、福島の3県の県内総生産の合計に匹敵する。 世界銀行の推計では自然災害による経済損失額としては史上一位としている。東日本大震災における死者、行方不明者の推移も参照平成23年、東北地方太平洋沖地震による都道府県別死者、行方不明者数都道府県別で犠牲者数が最多だった宮城県では仮想の限界を超えたため仮埋葬が行われた。警察庁は 2021年3月10日時点で死者は15,899万人、重軽傷者は6,157人、警察に届け出があった行方不明者は2,526人であると発表している。日本国内で起きた自然災害で死者、行方不明者の合計が1万人を超えたのは第二次世界大戦後初めてであり、明治以降でも関東大震災、明治三陸地震に次ぐ、 被害規模であった。岩手、宮城、福島の3県を中心に、1と1度10県で死者、行方不明者が、また1と1度18県で負傷者が発生した。死者の内訳と死因、編集警察庁は2012年3月11日までに、岩手県、宮城県、福島県で検出された15,786人の詳細を発表した。年齢男性。 7360人、女性8363人、性別不詳63人、死因この震災での犠牲者の死因のほとんどが津波に巻き込まれたことによる水死であった。津波の中には大量の砂や海底のヘドロ、港湾施設の重油などの有害物質などが含まれていた。砂などの異物が肺に入れば気管を詰まらせ有害物質が 肺に入れば体を犯し、その場合ほとんど助からなかった。水死に至る経緯は、これらで呼吸困難になったり、瓦礫が当たり意識を失ったり、3月の雪の舞う、中で低体温を伴ったりなど、様々な経緯もあったと考えられる。圧死、損傷死、消死も、ほとんどが津波による瓦礫が要因となっている。建造物の倒壊や土砂崩れ、 天井の非構造部材の落下、高所からの落下など、地震の揺れそのものが原因による犠牲者は、福島県36人、茨城県18人、宮城県13人、東京都7人など、分かっているだけで90人に上る。岩手、宮城、福島の3県では、腕や足などが見つかり身元が判明したものの、 頭部未発見のために死者に計上されていない人が2016年6月10日時点で171人いる。親指だけ見つかっても亡くなっているとは限らないなどの理由による。この数を行方不明者数から除外するかどうかは3件で判断が分かれている。静岡大学防災総合センターは津波の浸水範囲の居住者数に対する死者、行方不明者数の割合をまとめ、 明治三陸地震と比較した。それによると、最大は、宮城県小長川町の11.97%、ついで、岩手県の大土町と陸前高田市で共に11.72%となった。明治三陸地震については、浸水域ではなく市町村の人口に対する犠牲者の割合を出したが、岩手県釜石市で約50%になるなど11市町村で15。 パーセントを超えており、今回の津波では防災対策に一定の効果があった可能性がある。震災関連死、編集東日本大震災では避難所の不衛生や寒さなどが原因で避難後に死亡する例が高齢者を中心に相次いでいる。復興庁では震災関連死の死者を東日本大震災による負傷の悪化などにより死亡し、 災害庁遺金の支給等に関する法律に基づき、当該災害庁遺金の支給対象となったものと定義している。復興庁によると、2020年9月末時点での集計で3767人が震災関連死に認定されている。死亡した時期別に見ると、震災発生から1週間以内は472人、8日後以降1ヶ月以内は743人、 2ヶ月目以降1年以内は1587人で5年目でも105人いる。福島県内の震災関連死による死者数は地震や津波による直接死者数を上回っている。福島県の震災関連死の大部分は原発事故の避難の影響で体調が悪化するなどして死亡した原発関連死とみられ、東京新聞の2016年3月時点での集計によると 福島県内の少なくとも1368人が原発関連死であった。原子力事故の収束に向けた作業が続く福島第一原子力発電所地震から約1時間後に、訴状高14から15メートルの津波に襲われた東京電力福島第一原子力発電所は1から5号機で全交流電源を喪失した。原子炉を冷却できなくなり、1号炉、2号炉、 三号路で炉心溶融が発生。大量の放射性物質の漏洩を伴う重大な原子力事故に発展した。この事故は国際原子力事象評価尺度で最悪のレベル7、チェルノブイリ原子力発電所事故と同等に位置、続けられている。同原発の立地する福島県浜通り地方を中心に周辺一帯の福島県住民の避難は長期化するとともに、 2012年からは、基幹困難区域、居住制限区域も設定された。その他、火力発電所などでも損害が出たため、東京電力の管轄する関東地方は深刻な電力不足に陥り、震災直後の一時期には、日本国内では65年ぶりに計画停電が実施された。計画停電は、東北電力管内でも震災直後に実施されたほか、 翌2012年の夏前には、関西電力管内でも多い発電所の再稼働を、めぐって論議が起き、計画停電の可能性が議論された。東日本大震災被災地には、福島第一のほか、以下の原子力発電所があった。いずれも、結果的に重大な原子力災害には至らなかったが、外部電源喪失、非常用発電機の破損、 原子炉冷却用海水ポンプの破損など、重大な原子力災害一歩手前に追い込まれる発電所もあった。このうち福島第二原子力発電所では、第一原発と同様に冷却機能を喪失し、原子力災害対策特別措置法に基づく重常通報、原子力緊急事態宣言発令に至った。警察庁は2020年12月10日、時点、全開。 家屋流出12万1992個、半壊28万2920個、前半症297個、床上浸水1628個、床下浸水1万76個、一部破損73万392個の被害が出たと発表している。特に岩手県、宮城県、福島県の沿岸部では津波によって多くの住宅が流され、全壊、 流出家屋の個数は、岩手県で19,508個、宮城県で83,005個、福島県で15,435個に上った。各種施設、編集詳細は、東日本大震災による各種施設の被害を参照千葉県市原市のコスモ石油千葉製油所、LPG タンクが爆発炎上、この影響で近隣の劣化ウラン保管施設に延焼したほか、 東北地方や茨城などでは多くの製油所や工場で被災して創業を停止し産業界にも幅広く影響が出た。また北海道、東北、関東の多くの文教施設で建物の損壊や浸水などの被害が発生した。文化庁により被害が確認された文化財は744件であった。サプライチェーンの被害、編集関東、 東北地方の広い範囲で液状化現象が発生し、千葉県千葉市三浜区、浦安市、香取市、阿孫子市、東京都江東区、江戸川区、神奈川県横浜市の八景島周辺、茨城県ひたちなか市、板越子市、宮城県大崎市の江合川周辺などで、建築物の傾斜や断水、ガス供給停止、水田への土砂の堆積などの被害が生じた。 東京湾岸の埋め立て地や千葉県北東部から茨城県自家業地域南部にかけての利根川沿いでの被害が目立ち、自治体により液状化の危険度が低いと認定されていた地域でも被害が発生した。東北地方から関東地方北部の太平洋沿岸では地震に伴う地盤沈下により海岸や川口付近などで浸水や冠水の恐れが出ている。 宮城県石巻市小富町では満潮時に町全体が水没している。また津波によって東北、関東の6県で23,600ヘクタールの農地が流出、または冠水しており、塩害も発生したため、農林水産省は3年後の完了をめどに、瓦礫の撤去や土中の塩分の除去を進める方針を固めたと報道された。 津波被害の大きかった宮城県を中心に330件の火災が発生した。そのうち出火原因の159件が津波火災、約30%が電気火災であった。また、停電下の避難中に明かりとして使用していたろうそくなどからの火災による死者も報告されている。他に数日から数週間後に堆積していた瓦礫が、 バクテリアなどによる発光で加熱して発火した事例や、海水に浸水した車両の電装部が劣化して、発火した事例も報告されている。津波火災を津つ波によって倒壊した建造物や車両が瓦礫となって内陸部に押し込まれ、浸水域の橋や地形や風の影響で堆積した箇所では、瓦礫が内在している、暖房用石油燃料、タンク、ガスボンベ、自動車用燃料タンクから漏出した。 可燃物質に何らかの火花が原因となって発火した。特に、切れ目なく積み重なったがれきは、市街地から山林へと炎症を拡大させた。また、炎症しているがれきが海上を漂流し、対岸や離れた場所にも拡大した。住民や消防関係者への聞き取り調査を行った結果からは、津波火災現場では、消防推理確保や移動手段の確保が困難で、 津波や炎症に巻き込まれる二次被害から逃れるため、消火作業を中止し、現場を放棄せざるを得ない状況が生じ、火災が急速に拡大していった。地震火災過去に発生した地震による火災と同様に、倒壊した家屋や建造物中の暖房器具、調理器具、電気排水や破損した電気器具が停電の復旧後に発火して、火災となった。詳細は、 東日本大震災による交通への影響を参照道路、編集崩落した加工、大橋警察庁は2019年12月10日、時点4198箇所で道路の損壊があったと発表している。岩手県山田町の船越半島や宮城県の南三陸町、オシ半島などにつながる道路が寸断され、岩手、宮城、 福島の3県で少なくとも1万6000人が孤立した。また、茨城県では、北浦に架か,かる鹿用大橋の一部が崩落した。首都高速道路でも湾岸線を中心に被害が発生し、高架橋に破損箇所が発生した新木場で入り口。火災ジャンクション間が3月22日、大黒ジャンクション連絡路が3月27日まで通行止めとなった。 東日本高速道路間内の高速道路では、広範囲の路線で通行止めとなった。東北自動車道の浦和インターチェンジ、怒りが関インターチェンジ間、秋田自動車道、釜石自動車道、八戸自動車道の一部、常磐自動車道の三里ジャイクション以北、磐越自動車道の津川インターチェンジ伊東などが、公安委員会により緊急交通路に指定され、緊急車両専用となった。 3月24日6時に全区間で通行止めが解除され、一般車両の通行が可能となったが、常磐自動車道の高野インターチェンジ、常磐富岡インターチェンジ間は、福島第一原子力発電所事故の休憩会区域内だが2014年2月22日3年ぶりに再開通した。当初2011年度に予定されていた常磐富岡インターチェンジ、 相馬インターチェンジ間は開通が延期された。なお、休憩会区域外の南相馬インターチェンジ北が2012年4月8日に先行開通した。その後、南江インターチェンジ。南相馬インターチェンジ間は2014年12月6日、常磐富岡インターチェンジ。南江インターチェンジ間も2015年3月1日に開通し、この日をもって、 常磐自動車道は全線開通した。東北地方整備局は沿岸部の都市への救援のためくしの破作戦を実行した。2019年6月時点、福島県並江町受戸の旧受戸小学校近くの道路には津波の引き波によるアスファルトの表層部分の変異が明瞭に残っている。東北地方太平洋沖地震による津波の痕跡がこのように見られる場所は、 非常に限られており、防災学習などの分野としても貴重である。鉄道、編集詳細は、東日本大震災による鉄道への影響を及び、東日本大震災による帰宅困難者を、参照津波により、駅舎が全壊した新地駅津波により、落橋した JR 気仙沼線のつ、谷川橋東日本旅客鉄道管内の東北新幹線では、 仙台駅など5つの駅が被害を受けたほか、電柱や河川、高架橋の橋脚など約1100カ所が損傷した。また、京泉沼線など在来線7線区で23駅が流出、線路が約 60km にわたって流されるなどの被害が発生した。三陸鉄道は、北リアス線と南リアス線が線路流出や高架橋の決壊などで、 一時前線不通となった。その後、復旧工事が進められ順次営業を再開し、2014年4月5日に、南リアス線、翌6日に、北リアス線が全区間で営業運転を再開した。このほか仙台空港へ押し寄せた津波により、仙台空港鉄道仙台空港線の仙台空港駅も甚大な被害を受けた。地震発生直後より、 JR 東日本は新幹線と在来線の運転を終日運転見合わせ、関東、首都圏では私鉄と地下鉄の全線が運行を停止した。このため、職場などから自宅へ帰宅することが困難となった、帰宅困難者が首都圏で推計約515万人発生、そのうち自治体が用意した待機場所で11万人以上、 国などの公的施設も待機場所として開放され、そこでも多数が交通機関復帰まで止まった。首都圏の鉄道各線の運転再開時刻については、東日本大震災における首都圏鉄道各線の運転再開時刻を参照。また、3月14日からは計画停電の影響などにより、各路線で列車の運休、減便などが行われた。航空、 編集津波の影響で泥水が堆積している。仙台空港仙台空港は滑走路が津波で冠水し、空港ターミナルビルも大きな被害を受けたため離着陸を停止した。津波により1階は完全に水没し、助けを待っていた約1200人が孤立していたが、13日にほぼ全員が救出された。また、ターミナルビルのほか空港設備、作業車両なども、 大きな被害を受けた。津波により、空港に中期、及び地上施設内で整備中の航空機が、ほぼ全滅することとなった。これらの被害機の中には、海上保安庁の第二管区海上保安本部仙台、航空基地所属の航空機が多数含まれている。4月13日から、日本航空が国内線の一部で1ヶ月ぶりに、運航を再開し、7月25日に約4、 か月半ぶりに国内選定機便の運行を再開。9月25日には空港ビルも完全復旧し、国際選定機便の運行が再開された。仙台空港の機能回復のため国土交通省では、排水路などの障害物の除去による自然排水の促進のほか、国土交通省が全国に配備している排水ポンプ車25台を集め、3月20日より、 広範囲の浸水解消を重点的、機動的に実施した。花巻空港は旅客の対応が当面不可能として定期便の運航を停止し、緊急輸送のみを対象に3月11日18時50分から運用を再開した。三沢空港も18時50分に運用を再開した。福島空港はタワーのガラスが全開したものの運用可能であったため、 閉鎖された仙台空港の代替として、関西や札幌と結ぶ臨時便を運航することになった。山形空港は停電で運用を停止していたが、3月12日4時から運用を再開し、臨時的に24時間運用を開始した。茨城県小美玉市の茨城空港は、ターミナルビルの天井の一部が落下。3月12日には空港を閉鎖し、すべての便が欠航になった。 茨城空港は14日から定期便の発着を再開し、花巻空港も17日にターミナルビルの営業を再開した。空港内の震度計が震度5強を記録し、長距離を飛行して燃料残量が少ない多数の国際線航空機が向かっていた成田国際空港や震度5強を記録した東京国際空港は安全確認のために地震発生直後に 全ての離着陸を中止、空港を閉鎖したため、両空港に向かっていた航空機86機が降りられなくなり、中部国際空港や関西国際空港、新千歳空港や横田基地へ大体着陸した。茨城空港も滑走路には異常がなかったことと、自衛隊共用であるため有事の際には航空自衛隊の援助が受けられるとして2機を受け入れている。なお、 このうちの14機は燃料不足で緊急事態宣言を出した。羽田空港は一部の施設に損傷が確認された。ものの当日中に安全が確認され再開されたが、旅客ターミナルや施設の一部に損傷が起きた成田空港の再開は12日朝に持ち越された。しかし、京成電鉄と JR 東日本が12日午後まで運休となった。上、 東京の都心部との間のリムジンバスの運行も12日夜まで運休するなど、成田空港への公共交通機関によるアクセスが一時的に断絶した。なお、福島第一原子力発電所事故発生後に、国際民間航空機関、国際航空運送協会、及び世界保健機関から日本への渡航について、健康上のリスクは認められないとする声明が、 出されたにもかかわらず、ルフトハンザドイツ航空やアリタリアイタリア航空などの一部の外国航空会社が放射能の影響や余震を恐れて成田空港への発着便を中部国際空港や関西国際空港への発着に切り替えた。震災によって道路、線路などの交通網が被害を受けたことから郵便や運送などにも大きな影響が出ている。石油、 編集震災の影響により、東北、北、関東太平洋岸に立地する2製油所及び16、輸送所のすべてが稼働停止、または出荷不可能状態となり、京浜、千葉地区においても7製油所のうち4製油所が稼働を停止し、国内原油処理能力が約3割減少した。加えて、東北6県でサービスステーション約220カ所が被災により、 営業困難となり、また、石油製品輸送用タンクローリー約150台、被災するなど多大な被害が発生したことにより、被災地は深刻な燃料不足に陥った。政府は、当初石油の生産量の方に気を取られており、石油の物流の問題への対応が遅れることとなった。3月17日になり海江田万里経済産業大臣は、 タンクローリーを西日本から300台移すと発表。同日、JR 貨物により、JX 飛行、日赤エネルギー、ネギシ製油所から日本海側の鉄道路線を利用し、森岡貨物ターミナル駅への石油列車の運行が行われる。3月23日には、国鉄 DD51 系ディーゼル機関車20連での 万越再生経由による郡山オイルターミナルへの石油輸送も行われた。3月19日には仙台港に入港した海上自衛隊の輸送艦大墨が灯油入りドラム艦70本を輸送したほか、3月21日には仙台塩釜港塩釜港区の輸送所にオイルタンカーの第一線が入港している。また3月23日までに 被災重工で暫定の航路が確保され、会場からの緊急物資の搬入が可能となった。水道、編集震災直後は、宮城、岩手、福島、茨城の4県を中心に、北海道から愛知県まで広範囲にわたり、17道県の少なくとも約140万戸で断水が発生した。各地の水道事業者などで作る日本水道協会は、全国の応急給水車、 約210台に東北、関東両地方の被災地への派遣を要請。中部、近畿、中国、四国、九州の主に西日本側の自治体の給水車が被災地へと派遣された。物流、編集、配送停止による商品が激減したコンビニエンスストア、東北地方を中心に100局以上の郵便局に建物全壊や浸水などの大きな被害が出ており、また、 長野県北部地震によるものや被害規模の小さいものも含め約600局の郵便局に被害が出た。この他間郵便局、集配センターなどの郵便ネットワーク施設や、それら施設などで郵便業務に従事するものにも多くの被害が出ている。関東の宿松島には津波が3階まで押し寄せたが130人以上の避難者とともに4階に移動し、 12日には全員が救出された。また、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県で郵便物の配達が困難になり、北海道、東北6県、茨城県を差出しも差出先とする宅配便の引受けを中止した。山戸運輸は3月11日、北海道及び東北6県への全商品のに受け。 中華及び関東への低温宅配サービスなどの荷受けを中止した。佐川急便も北海道、東北行きの集荷と関東行きの一部集荷を見合わせた。日本郵船は貨物船3隻が福島県で津波の被害にあった。後にすべて再開しているが警戒区域内への配送は一切できない。電子商取引大手のアマゾンジャパンは 同社の流通設備における地震被害により、速達サービスを停止するとともに、北海道及び東北への商品配送を停止した。後に再開しているが、警戒区域内への配送は現在でも不可能。詳細は、東日本大震災による電力危機を参照地震直後、東北電力管内では、青森県、岩手県、秋田県の全域、山形県、 宮城県のほぼ全域、福島県の一部で合わせて440万戸、東京電力管内では、茨城県全域などの404万6千戸が停電した。その後、東京電力では3月19日1時までに停電が解消した。東北電力管内では、4月7日16時までに、停電世帯は16万戸まで減ったが、 7日夜に起きた余震の直後に再び401万戸が停電した。複数の発電所が停止したことによる電力不足を受け、東京電力管内では地域を分けて順に停電させる臨番停電が3月28日まで実施された。夏場には電力需要の高まりから再び電力不足が予想されたため、東京電力と東北電力の管内で、 大口需要化へ15%以上の節電を義務、続ける電力使用制限令が発動され、節電努力により計画停電は回避された。しかし、事故の影響から定期検査に入った各地の原子力発電所の再稼働を地元の自治体が認めなくなったため、全国の原発が次々と運転を停止、関西電力、九州電力、北海道電力などでも、 火器と陶器を中心に電力不足となって節電が呼びかけられた。アジアの通信各社ではインターネットや電話に使用される海底ケーブルが一部損傷を受けた。東日本電信電話は地震の影響で電話が集中し交換機の処理能力を超える恐れがあったため最大90%の通話規制を実施した。また、被災地周辺の公衆電話を無料で利用可能とした。 NTT ドコモ東北支社は携帯電話の無料充電や衛星携帯電話の対応などのサービスを提供した。停電によって機能停止した携帯電話基地局は備え付けの自家発電により継続稼働させたが停電が長時間に及んだため自家発電施設の燃料が枯渇相次いで停破し通信サービスが停止した。そのため 移動電源車や下半が手発電機を配備した。移動体通信各社では通信障害により電話が繋がりにくい状況が生じ、音声通話について NTT ドコモでは90%、KDDI では95%、ソフトバンクテレコムでは70%の通信規制を実施した。音声通話の通信規制が続く中、インターネットを使った情報交換が活発となった。 ツイッターなどのソーシャルネットワーキングサービスでは被災者に対する呼びかけやボランティアや人道支援に関する呼びかけ、医師による健康相談などが行われた。また、東京電力の電気供給能力の不足による停電の恐れがある中、節電を呼びかける活動も行われた。一方で情報交換の容易さからデマ情報も多く発信され問題となった。また、 一部のアマチュア無線にて7030、KHZ にて非常通信が行われ、情報伝達などの協力を行った。伝統宗教、新宗教ともに施設に被害を受けている。神社の被害報告は4818件に上り、これは本殿の全開、半開を含む、国の登録有形文化財であった日本、キリスト教団福島協会は被災後、 修復費用が膨大になったことから取り壊された。宗教法人や宗教家は震災直後から被災者への支援に乗り出しており、金銭、物資の提供、信者によるボランティア、宗教施設の避難所としての解放などが続けられた。新宗教の中には多額の義援金を出したところもある。宗教学者の山織哲夫は橋本五郎との対談で、ある意味、 精神的末法である震災後の世界の中での宗教の役割を問われ、阪神大震災、東日本大震災の両方で宗教者は一生懸命やっていてもボランティアと同じレベルだったという。SNS が肥大化し、宗教者の言葉が現代の人々に届かなくなっているが、しっかりした言葉を発して欲しかったとする。東日本大震災で特筆すべき。 点の一つは忘れてはならない殉職者の多さである。消防隊員及び消防団員262名、警察官25名、自衛官2名の他にも役場の職員、教職員、医療機関や介護施設の職員などを含めると津波により被害を受け数百人の尊い命が奪われた。特に多くの人が亡くなったのが地域の防災支援ボランティアの役割を持つ。 消防団員で発生時刻が平日の昼間の時間帯であり、地震から津波襲来までの時間に防災マニュアル通りに防潮堤や水門閉鎖等の業務に従事したり、住民の避難誘導や情報収集、逃げ遅れた住民の救助などに当たったり、災害対応のため詰め所へ参集途上の消防団員254人が死亡ないし、行方不明となった。 2011年7月14日15時時点で死者、行方不明者数の合計が100人以上の自治体は岩手県、宮城県、福島県の22市町村に上っていた。青森県、編集青森県内での死者の数は八戸市で1名、三沢市で2名の計3名、行方不明者は八戸市の1名であった。いずれも地震に伴い発生した津波によるものである。 負傷者は重症者18名、軽症者77名の計95名であった。私立学校関係の被害は3市町16校に及び、その被害額は約9000万円であった。このうち幼稚園が1市7園、約300万円、中学校が1市1校、8万円、高等学校が1市5校、約8500万円、専修学校が3市町3校、 約200万円となっている。県庁舎関係の被害額は約100万円であった。このうち県庁舎が約50万円、合同庁舎が約50万円となっている。県庁舎では南東、東東に廊下のひび割れや床の一部破損などが生じたほか、西東立体駐車場でも車両の入庫ができない程度の破損が生じた。合同庁舎では 廃物合同庁舎に被害が見られ、壁のひび割れなどが主なものである。廃棄物処理施設関係では、八戸地域広域市町村県事務組合の信用処理施設に施設の地下ポンプ室が津波により、冠水し、その被害額は約11億8100万円であった。岩手県、編集岩手県の被害は津波によるものが中心であった。被害が特に大きかったことから、 宮城県、福島県とともに被災3県として総称される。岩手県沿岸は海岸線近くまで山地が迫り、平地が狭いという地形のため、津波による浸水面積は58平方キロメートルと3県では最も小さかった。しかし、その狭い平地に漁港と市街地が広がっていたため、浸水域の人口は約11万人であり、 浸水域の人口密度は1900人、平方キロメートルと3県で最も大きかった。県中南部は津波高が増すリアス式海岸のため津波徴収地域であり、津波への対策の規模は日本随一であった。過去の津波の伝承や石碑が至るところに残り、住民の防災意識も高く多くの人々が避難行動を取ったが、 想定を大きく上回る規模の津波が押し寄せたため、甚大な被害を受けた。陸前高田市では、市民会館や市民体育館などの指定避難所の多くがほぼ天井まで水没して避難者の大半が死亡し、市街地全域が壊滅的被害を受けた。高田病院で4階まで浸水し27人が亡くなるなど、1800人弱の犠牲者を出した。 市職員も13弱にあたる113人が犠牲になり、浸水域人口に対する犠牲者率は、宮城県小長川町に次いで高く、大津市町と同率の11.72%であった。大津市町では、役場で災害対策本部の準備をしていた、職員60人中、当時の町長である加藤裕樹を含め30人以上が亡くなるなど、1300人弱が、 犠牲になった。また、火災も発生した。浸水域人口に対する犠牲者率は、宮城県小永川町に次いで高く、陸前高田市と同率の11.72%であった。釜石市では、本来は災害後の避難生活をおもとした施設であった宇宙居地区防災センターで、津波避難の訓練も行われていたために1 4 4人が、 避難して210人の死者が発生するなど、約1050人が犠牲となった。元新日鉄釜石ラグビー部の選手で、釜石ラグビー協会会長だった佐野正文やマスターズ陸上で世界記録を持っていた104歳の下川原隆も犠牲となった。また、ギネス世界記録にも認定されていた、世界最新の釜石港湾工防波堤が破壊された。居地区は、 市内の犠牲者の半分以上を占める悲劇の一方で、釜石の奇跡と呼ばれる津波教育の一部成功例もあった。市立釜石東中学校では地震発生直後に生徒らが自己判断で避難先に各自走り出し、それを見た隣接の住居所の児童も続いた。第一避難先の介護施設に到着して、整列点呼で全員の無事を確認したが、 想定にとらわれない教育のもと、中学生が小学生の手を引いて、さらに高台へ走り出し、それを見た地域住民も後に続いた。学校は10メートルを超える高さの津波に襲われ、第一避難先の介護施設も1階が水没したが、当日登校した生徒児童約600人全員が無事であった。また、生徒たちがさらに上へと避難していく姿を見た。 介護施設側は1階の入所者を3階へ移動させていたため犠牲者が出なかった。山田町では介護老人保健施設シーサイドカローで入所者74人と職員14人が亡くなるなど750人以上が犠牲となった。また津波に加えて大火も発生した。旧船越村では過去に高台移転をしていたのだが 津波の記憶が薄れるにつれて地に家が建つようになっていた。宮古市の太郎地区は、総延長2433メートルの X 字型、海抜10メートルの巨大な防潮堤が城壁のように地区を取り囲んでおり、住民は万里の頂上と呼び、津波防災の町を宣言するほどであったが、それを破壊、腰流した津波により、地区全体で185人が亡くなるなど、 500人以上が犠牲となった。大船渡市では特別養護老人ホーム、三陸の園で62人が亡くなるなどし、延べ400人以上が犠牲となった。この他に野田村や田野畑村でも甚大な被害を受けた。宮城県、編集宮城県は震源地に最も近く、福島県や茨城県とともに激震であった。津波の被害としては、 浸水面積327平方キロメートルと、浸水域の人口約33万人は共に3、県最大だったため、宮城県のみで、阪神、淡路大震災を上回る犠牲者を出した。県北部は、岩手県中南部沿岸と同様に津波高の増す、リアス式海岸のため、津波徴収地域であり、津波への対策がなされていた。過去の津波の伝承や石碑が至るところに残り、 住民の防災意識も高く、多くの人々が避難行動をとったが、想定を大きく上回る規模の津波が押し寄せたため、甚大な被害を受けた。県中南部は単調な海岸線であったが、水深の浅い仙台湾で津波の速度が落ち、後の津波が追いついて津波港が増した。速度が落ちたため襲来まで1時間あったが、北部に比べて中南部は過去の津波が数百年前であり、 住民の意識が低い中で想像だにしない津波に襲われた。平野が広がっていたため数キロメートル内陸まで浸水し、甚大な被害を受けた。京泉沼市では、介護老人保健施設、リバーサイド春保で59人が、杉の下地区の住民が避難した、海抜12メートルの高台で93人が、亡くなるなど、犠牲者は1350人以上に及んだ。また、 津波により、漁船用燃料タンクが倒壊して、広範囲に重油が流出して、出火、大火災が発生し夜通し燃え続けた。火がついた大量の瓦礫が、気仙沼湾内を漂い、東北最大の友人島である大島にも燃え移り、島民たちが総出で炎症を食い止めた。津波火災も参照。南三陸町では、 3階建ての防災対策庁舎の屋上まで水没するなど、町職員42人が5階建ての公立静川病院も4階天井付近まで水没し、入院患者107人中72人と職員3人が死亡。また、海抜15メートルの高台にあった特別、養護老人ホーム、時計園も1階が水没して49人が、 亡くなるなど850人以上が犠牲となった。女川町は震源に最も近いリアス式海岸の町の一つであり、猛烈な津波が町を襲い、中心部は海抜20メートルの高さまでほぼ水没、強い引き波により、鉄筋の建物の倒壊も目立った。指定避難所であった町立女川病院は海抜16メートルの高台にあったにもかかわらず、 一階が完全に水没した。77近郊長和支店では屋上に避難していた公員13人が流され12人が亡くなるなど犠牲者は約900人であり、浸水域人口に対する犠牲者率は等震災において最大の11.97%であった。一方で5階建ての障害学習センターでは屋根付近まで水没したにもかかわらず、 鉄壁で密閉され窓もなかったボイラー室に避難した30人弱が無事であった。石巻市は本震災最多の3700人以上の犠牲者を出している。市内北東部リアス式海岸にあたる旧小勝町、旧北上町、旧河北町の沿岸はほぼ完全に壊滅した。小勝湾の最央胸部の入り江に立地した3階建ての小月病院は職員が 入院患者を屋上まで搬出しようと奮闘したものの、その屋上を数メートル超える津波により、入院患者40人全員と職員30名中24名が死亡、または行方不明、北上川の川口北側にあった石巻市、北上総合支所では、職員と避難者合わせて57人のうち生存者は3人だけだった。津波は、 その北上川を氾濫させながら猛烈な勢いで、遡上し5キロメートル上流に位置する石巻市立大川小学校では徒歩で避難していた児童78人と職員11人が流され、助かったのは児童4人と職員1人のみであった。市内南部が旧石巻市であり、岩手、宮城、福島では最大規模約12万人の市街地が海に面して、 広がっていた。このため犠牲者数も多く、また、市内各地で身動きの取れない交通渋滞が発生し、そのまま津波に飲まれて犠牲になるものも非常に多かった。前市長であった土井清も犠牲となった。東松島市では地域の36%が浸水した。伸びる地区は東側の仙台湾から押し寄せた津波が内陸2キロメートル弱を横断し、 西側の松島湾に流れ込んだ。伸びる小学校の体育館で13人が、特別養護老人ホーム、不老園の入所者56人が亡くなるなど、伸びる地区や大曲地区が壊滅的被害を受け、約1100人が犠牲となった。航空自衛隊松島基地も冠水し、多くの航空機が破損した。その一方、伸びる地区では民間人の佐藤義文が、 自宅裏の岩山20年かけて避難階段と避難小屋を作っていた。近所の住民は津波なんてここまで来るわけがないと佐藤を変わり者扱いし、この避難所を佐藤山と呼んでいたが結果的に約70人が津波被害を免れた。多賀城市は仙台市のベッドタウンであり大きな幹線道路2本に沿って郊外型の大型店が立ち並んでいた。 海に面しているのは、東部の砂尾市川川口のごく一部であり、市民ですら海の町という認識は薄く、幹線道路を通過する市街のものはさらに認識が薄かった。地震の混乱で道路が大渋滞しているところ、建物の間から突然津波が襲来した。犠牲者は日本の幹線道路の車内を中心に200人弱であり、その半数は市街に住む人であった。 仙台市は104.7万人を要する政令、指定都市であったが、沿岸部の仙台平野の大部分が開発が制限される市街化調整区域であり、田園地帯が広がっていたため、人口密集地への浸水はほぼなかった。しかし、沿岸部にあった主な集落である若林区荒浜地区や宮城野区中野鴨茂地区が壊滅し、また、 仙台港一帯の工業地域や商業地域を中心に犠牲者数は800人以上となった。若林区では区域の60%が浸水し、田園地帯を3から4キロメートル内陸まで浸水する様子が NHK のヘリコプターからも撮影され大きく報道された。荒浜にある仙台市消防ヘリポートも被害を受け、 津波到達前に離陸した2機のヘリコプター以外の機材が使用不可能になる被害を受けたため内陸部への移転が計画されている。名取市では地域の27%が浸水した。中心市街地は内陸部にあったが沿岸部にあった揺り上げ地区が壊滅的被害を受けるなど1000人弱が犠牲となった。揺り上げ大橋で地震の揺れにより大型トラックが 肉崩ずれし、対向車線の乗用車運転手が死亡する事故が発生し、通行止めとなったことで、地区内で渋滞が起こったことも犠牲者を増やす要因となった。仙台空港の滑走路が冠水する様子は、国内外で大きく報道された。岩沼市は、市域の48%が浸水して200人弱が、渡り町でも、町域の48%が浸水して300人弱が、 犠牲となった。仙台市や名取市同様に、中心市街地は内陸部にあったが、沿岸部の集落が壊滅した。渡り町では、元女子サッカー選手の佐藤恵リコも犠牲となった。山本町では、町域の38%が浸水した。養護老人ホーム、バイ公園と併設するケアハウスで82人が犠牲に、常磐山本自動車学校の送迎バス5台が、 津波に飲まれ、教習生と教官の39人が犠牲になるなど700人弱が犠牲となった。このほか七ヶ浜町でも甚大な被害を受けた。一方、松島町や塩釜市は周辺の自治体と比較しても被害が軽微であった。これは、浦戸諸島とその奥にある松島湾内の島所群が津波の威力を緩和、分散したためと推測される。ただし、 あくまでも周囲に比べれば警備だったというだけであり、家屋の浸水や犠牲者が発生したことに変わりはない。秋田県、編集秋田県の被害は、負傷者11名、建物の一部損壊3棟であった。東北6県で唯一死者がいない県となった。山形県、編集山形県の被害は、死者3名、負傷者29名、建物の全壊が37棟。 半壊が80棟であった。福島県、編集福島県は、沖合の全域が震源域となり、宮城県や茨城県とともに激震であった。津波の被害としては、浸水面積は112平方キロメートルと、岩手県を上回っている。しかし、福島県の沿岸部は、湾や入り江がなく、遠浅の地形のために旅行に適さず、 港を中心とした市街地形成が成り立ちにくい県であった。沿岸市町村の中心市街地は海岸線より数キロメートル内陸にあったため、浸水域人口は7万人弱、浸水域の人口密度は600人、平方キロメートルとともに3県で最も少なく、犠牲者数も比例して少なく済んだと言える。福島県沿岸は仙台市南から 千葉県まで続く遠浅で単調な海岸線であり、過去に津波の伝承すら皆無だったために、住民の意識が低い中で津波に襲われた。広大な震源域の中に存在した3カ所の大きな断層破壊の一つが、茨城県北部近海であり、福島県南部の岩木市に最も早く、津波が到達して北上し、宮城県沖で発生して南下してきた津波の動きと、 複雑に交わったと見られる。福島第一原子力発電所付近で15メートル、隣接する富岡町付近で20メートルと、周囲に比べても地形に特段の違いがないにもかかわらず極端に高い津波高を観測していることから、この付近では南北方向からの津波が増幅しあったと推測される。漁港がある自治体で100人以上の犠牲者があり、 相馬市で約450人、南相馬市で650人以上、岩木市で350人以上、浪江町で200人弱、新地町で100人以上が犠牲になるなど、甚大な被害を受けた。このほか、双葉郡の双葉町、大熊町、富岡町、奈良波町、広野町の沿岸も、大きな被害が出たが、沿岸集落がごく小規模かほとんどなかったため、 それぞれ数十人の犠牲者であった。双葉軍は漁港が未発達で産業に乏しかった過去から積極的に東京電力の電力供給地となり、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所、広野火力発電所と日本有数の電力供給源になっていた。震災により日本が かつて経験したことのない全電源喪失による福島第一原子力発電所事故の発生へとつながってゆく。大熊町では双葉病院に入院中の認知症患者と隣接する老人介護施設の高齢者のうち227人が一時取り残された。原子炉が水素爆発して20から3 0トル圏内の住民10万人以上が 各地の避難所へ避難する混乱の中、132人は医師、看護師を同乗させないまま観光用バスに乗せられ、13時間かけて 200km 移動した。残りの95人は5日後に自衛隊によって救助されたが、最終的に50人が衰弱死した。このように、福島県では強制的な避難によって避難所を点々とする中で、 高齢者が犠牲になる事例が多く、震災関連死の認定者数も最も多い。また、福島第一原子力発電所事故により発生した放射性物質の拡散は、双葉群にとどまらず、福島県の広範囲に広がった。12日20時には2 5トル北の南相馬市で20ミュー SVH、H、15日4時には4 0トル南の いわき市で2 4 μ s v h の最大値を計測した。晴れていたため風と共に通り過ぎる一時的な上昇であり、時間が経過するにつれて低減していった。放射性物質の放出は3月15日にピークを迎え、9時には、正門付近で1 1 9 3 0 μ s v ル H を計測した。15日午後には、南東からの風に乗り、北西方面へと流れた。 4 0トル離れた E 立村では16時に 23USVH と急上昇し18時半には 45USVH だ手首を経由し6 0トル離れた福島市でも17時に 22USVH と急上昇し19時半には 24USVH を計測した南東の風が長時間続き高濃度の放射性物質が流れ込んでいるところに 不運なことに17時頃から県内各地で雨が降り始めたため放射性物質は地面に落ちて土壌に沈着した。このため北西方面に伸びるように深刻な土壌汚染を引き起こした。飯舘村や伊達郡川又町の一部は1ヶ月後、伊達市の一部地域は3ヶ月後に避難指定を受けたが、その指定から外れた福島市や縦市などの中通り北部を中心に母子避難や 妊婦避難など、数万人単位の自主避難者が発生することとなった。地震の揺れ自体でも福島県は被害が大きく、犠牲者数も最も多かった。内陸の中通り地方でも被害が目立ち、白川市では六谷山が大規模に崩落して13人が犠牲に、須賀川市では藤沼ダムの高さ18メートル、長さ133メートルの包みが一気に決壊し、 約150万トンの水が樹木を巻き込んだ高さ2から3メートルの鉄砲水となって1キロメートル以上離れた滝地区を襲い8人が犠牲になった。地震によるダムの決壊は日本初であり、世界的にも1999年の台湾921大地震で決壊した石岡ダムなどについでけうである。また、氷山市では 市役所の一部が倒壊して一人犠牲になるなどした。この白川市から郡山市にかけての中通り中南部は他県の内陸市町村に比べて家屋損壊も際立っており、矢吹町では倉庫数の30%の家屋が前半回鏡市町では倉庫数の23%の家屋が前半回郡山市では2万戸が前半回これらは共に 津波被害のない内陸市町村としては最大級であった。また1ヶ月後の4月11日には、岩木市南部の糸沢断層付近を震源とする内陸直下型地震が発生した。この地震により、糸沢断層と潮の平断層、また市内中部の湯の竹断層が同時多発的に数十キロメートルにわたってそれぞれずれ動き、市内の至るところで断層の出現や土砂崩れ。 自れが相次ぎ4人が犠牲となった。茨城県、編集茨城県は沖合が震源域となり、その上、関東平野の弱い地盤も重なって、宮城県や福島県とともに広範囲で激震を観測した。地震の揺れ自体による被害としては、震度6以上の揺れを観測した市町村は29市町村であり、これは宮城県26市町村。 福島県33市町村と並んで多かった。ネクスコ東日本の各インターチェンジに設置された震度計で震度6競争等以上を観測したのも宮城県6地点と福島県6地点に次いで茨城県3地点であり、その中でも最大震度を観測したのは水戸南インターチェンジであった。そのため揺れによる家屋損壊も福島県と宮城県に次いで大きく。 犠牲者数も福島県に次ぐ多さであった。東海村で、日立中火力発電所の煙突200メートル付近で、作業員9人が作業中だったが、鋼鉄製の床板とともに転落した4人が、犠牲に、行方市では、加工大橋が崩落して1人が、犠牲になるなどした。津波の被害としては、 浸水面積は23平方キロメートルであり、福島県と接する北茨城市で犠牲者が出た。また、高萩市、日立市、日立中市、大洗町、上須市などで市街地が浸水した。液状化現象の被害も広範囲であり、特に、霞ヶ浦、北浦南岸から、利根川下流一帯の板田小路、神市、鹿島市、稲敷市などで被害が大きく、 一万戸弱が被害を受けた。おみたま市よさわにある茨城空港の空港ターミナルビルでは、設置した釣り天井が崩落する被害が発生した。千葉県、編集東日本大震災で落下し、壊れた河原に書き込まれた応援メッセージ津波の被害としては、浸水面積は17平方キロメートルであり、朝日市で14人の犠牲者が出た。また、銚子市、三部市など、 北東の沿岸部が浸水、三部市で一人の犠牲者を出した。東京湾岸の埋め立て地や利根川河川地域で液状化現象が相次ぎ、浦安市では市内の85%が液状化し、中町、新町地区で住宅や電柱の傾き、地割れ、陥没などが起こった。水道断水約4000戸、下水道使用制限約11900世帯、 都市ガス供給停止約5800件であり、市は被害額734億円と推計している。千葉市でも三浜区を中心に千9 0 6個、安彦市ふさとう部地区では119棟の家屋が全開扱いとなり、2012年1月時点での倒壊恐れのある約50棟に解体を要請したが、修理して住み続ける人もいる。歴史的建造物への被害も多く、 香取市シ・原にある、井ノ忠敬旧宅、歴史的建造物が並ぶ小野川の湖岸が一部崩れ、西文道書店の屋根瓦が落ちる被害、旭市の大原遊学遺跡旧宅で、敷地の地割れや地盤沈下、桜市の旧掘ったは漆喰に亀裂が入り、市川市の北家教授では、北家堂の天外の飾りの一部が落ちる被害が、発生した。印在市で負傷者7名。 建物前壊12棟、半壊56棟、一部損壊874棟、市原市にあるコスモ石油千葉製油所では大規模なコンビナート火災が発生した。東京都、編集東京都江東区新木場での液状化。東京都では、千代田区にある球団会館の天井仕上げ材の一部が崩落して二人が犠牲に、江東区の金属加工工場では、 化学薬品トリクロロエチレンを含んだガスが充満し、吸い込んだ従業員二人が犠牲に、町田市にあるコストコ玉境の駐車場のスロープが、崩落して二人が犠牲になるなど、計七人が死亡した。津波による死者はいなかった。また、江東区大見の国土交通省は海総合庁舎で、火災が発生したほか、江東区新木場や江戸川区西新町などの埋め立て地を、 中心に液状化現象が発生した。栃木県、編集栃木県では、羽賀町にある、ホンダ技術研究所で、壁が崩れて、男性一人が犠牲に、ナスカラス山市、上長地区で夫婦が山崩れに巻き込まれて二人が犠牲に、日光市で女性が屋根から落ちて、脳出血を起こして一人犠牲になるなど、計四人が死亡した。しでは、 数カ所で地震の影響による液状化現象が発生し、割れ目から砂が噴出した。液状化が起こった地域はかつて旧河川あるいは、河岸だった場所であり、農地の下には砂の層で広がっているからであるという。宇都宮市では、板戸地区で国道408号線沿いにある地山が土砂崩れを起こし、道路が封鎖されるなどの被害が出ている。 那須塩原市の国道400号線では、地震の影響で落石が発生し、通行止めになる被害が出た。栃木市岩船町では、両前岩線山の西側の峰が、V 字に崩れ、さらに別の部分でも山肌が崩れるなどしたが、人や家屋に被害はなかった。中川町では、県内の主要道の一つである、栃木県道52号八焼い中川線にある、 新中橋が地震の影響で橋脚10機のうち4機の頭部に亀裂が見つかるうち2カ所は靴が破断、上部口も破損しているなどの大きな被害を受け撤去されることとなった。大岡市の伊頭公園1万人プールが震災の影響でウォータースライダーを支える支柱や配管などが壊れ営業が中止になり2013年には完全復旧した。 歴史的遺産の被害としては、益子町の地蔵院の歴代宇都宮市の墓所にある、戦国大名下付宇都宮市17代当主、宇都宮清図那、18代当主、宇都宮忠綱の五輪塔が被害を受けた。また、桜市では観光スポットである、木連川上場跡にある、小丸山公園が地震の影響により敷地内に700メートルにわたる、大規模な亀裂が生じたほか、 公園内の各種施設が損壊するなどの被害を受け、立ち入り禁止となってしまった。現在は土地部分の復旧はしているが、キツレ川スカイタワーなどの施設はまだ復旧のめどが立っていない。日光市にある日光電母沢御用帝記念公園では、石積みが破損するなどの被害が出ている。神奈川県、編集神奈川県では、震災の影響で停電が相次ぎ、停電による 酸素吸入装置の停止で、女性1名死亡したほか、横浜市や藤沢市、川崎市にて避難中などに転倒し、女性2名、男性1名の死亡が確認されている。また、横須賀市で火災が2件発生し、男女2人が死亡している。計画停電で信号機が停止した厚木市内の県道交差点で、オートバイとワゴン車が衝突するなど、この死亡事故を含め、 計画停電で信号機が止まった影響による事故は37件となった。一方、建物被害は横浜市内で多発。同市によると、住宅と住宅以外の建築物の被害は少なくとも198棟。建物全壊一棟、半壊7棟、一部破損151棟。新耐震基準が導入された1八十一年、以前のビルが傾いており、 全開とされている。また、同市内では、臨海部などの埋め立て地で液状化による被害も多数、報告されている。川崎市では、ミューザ川崎シンフォニーホールの天井板が大規模に、崩落し、ミューザ川崎シンフォニーホールは2年以上の長期間の、休館を余儀なくされた。埼玉県、編集埼玉県久喜市など内陸部においても、液状化が発生した。久喜市南栗橋地区で、 地区約2000戸のうち11戸が全壊し、大規模半壊は41戸、半壊は54戸、一部破損71戸に上り、道路は21路線で、流気や速攻の破損が起き、水道管や電柱にも影響が及ぶなど被害は甚大となった。群馬県、編集群馬県では地震発生時に庭の草むしりをしていた女性が落ちてきた屋根瓦の 直撃を受けて亡くなったのが県内唯一の犠牲者となった。また、国道354号線の五両橋において4センチメートルの段差が発生した。日本国外、編集詳細は東北地方太平洋沖地震日本国外を参照アメリカ合衆国のカリフォルニア州、クレセントシティでは5人が太平洋を渡った津波にさらわれ、うち一人が犠牲になった。 インドネシアのパプア州でも津波により一人が犠牲になり5人が行方不明となった。太平洋の広い範囲に津波が到達したため日本国外でも建造物の被害が発生した。ハワイ諸島ではハワイ島西岸に津波が押し寄せ浸水などにより3軒のホテルが営業不能となるなど数千万ドルに上る被害が発生した。 カリフォルニア州のクレセントシティやサンタクルーズでは港湾が損壊し停泊していた船舶の損害と合わせて1400万ドルの被害が出た。チリでは数十の住宅が損壊し200人近くが住家を失った。インドネシアではパプア州にある予定派湾沿岸の複数の村で住宅が損壊する被害が出た。アメリカのオレゴン州などに流れ着いた漂流物への付着により それまで現地では確認されていなかったワカメ、マコンブ、ノリなどの海藻が漂着し、成長していることが確認されている。これらは、漁業や環境に危害を与える心配がある。避難者、編集岩手県内の避難所は2011年10月に、宮城県内の避難所は2011年12月に、福島県内の避難所は2011年12月に、すべて閉鎖された。 埼玉県加須市に設置された福島県双葉町から集団避難した住民の避難所は2013年12月まで続いた。一方、災害公営住宅や仮設住宅での避難生活は長期化。震災直後の避難者は推計47万人であったが2021年2月9日時点で4万1241人になった。各県にいる避難者は 福島7220人、宮城1275人、岩手974人。県外避難者は、福島から2万9706人、宮城3841人、岩手944人。建設済み災害公営住宅3万77個、宅地造成済み4700個。震災10年後の福島県の避難者は3万5478人、推計人口。 編集被災地のうち、太平洋沿岸の青森県八戸市から、福島県いわき市まで及び原発事故の避難地域の推計人口国勢調査基準を震災前と最新と比較して以下に記載する。最新の推計人口は、青森県が2021年3月1日現在、岩手県が2021年3月1日現在、宮城県が2021年3月1日現在、 福島県が2021年3月1日現在。ただし、2015年国勢調査実施時点で、全町、全村が原子力災害による避難指示区域となっている浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、飯立村、桂尾村及び、2015年9月4日まで、全町が避難指示区域だった奈良波町については、福島県が、 最新の推計人口の発表をしていないため、平成27年国勢調査速報値で対応する。東日本大震災の経済への影響も、参照福島第一原子力発電所事故に関わる経済面への影響については、福島第一原子力発電所事故の影響、経済などへの影響を、参照義援金振込みの集中による2011年3月の、 水保銀行システム障害については、水保銀行、旧水保銀行が2011年3月に引き起こしたトラブルを参照3月11日の東京証券取引所の大引けまであと14分という時間に震災が発生。株式市場には売りが殺到1350円前後で推移していた日経平均は1254円43銭と、 前日比180円安まで急落し、安値引けとなった。週明け3月14日の東京市場を悪事より、通常通り取引を開始したが、ほとんどの銘柄が売り気配で始まった。日経平均は、初めねは210円安の1万44円17銭で、始まり、幅広い銘柄に売り注文が殺到し下げ幅を、拡大。 終わり値は9,620円49銭と1万円を割り込んだ。さらに、翌3月15日には4号機が爆発、炎上し、放射能汚染が広範囲に拡大したことで、日経平均は大幅続落、一時1,392円安の安値8,227円63銭まで下げ、 終わり値は1015円安の8605円15銭と9000円を割り込んだ。15日の日経平均株価は前日比マイナス10.55%、過去3番目に高い下落率の大幅下落を記録することとなった。震災前と比べ、3営業日で2361円87銭安になった。その後、地震から4営業日目の16日に反発となり、 488円高の9093円まで戻した。一方、外国為替相場では復興資金調達のために円の価値が高まるとの思惑から急激な円高が進行し、3月17日に一時1ドルイコール76円台となって15歳高値を更新した。これに対し、日本銀行や G7 合意に基づく協調介入により、 市場の安定化を図ったため、3月20日には80円台を回復し、円高にも一応の歯止めがかかった。さらに、原子炉事故への対応の進展が伝えられると、株価も反発し、3月22日には日経平均も9600円台を回復した。しかし、世界銀行が最大で2350億ドル、日本政府が16の25兆円の、 震災被害想定額を発表するなど、経済的影響の大きさが伝えられたほか、日銀単観や景気動向調査でも、景況感の悪化が伝えられた。工場の被災や部品不足により、国内外で生産停止や特定製品の品薄が発生した。一方、震災特需、復興特需による一部産業での景気の上向きが発生している。ただ、二0 1年末で、 推定12万人の震災失業が伝えられるなど、被災地を中心に、経済への影響は未だ続いている状況にある。復興費用は10年間で23兆円と、見込まれていて、復興祭による補填も行われている。詳細は、東日本大震災関連の犯罪、問題行為及び、福島第一原子力発電所事故の影響、風評被害、デマを、参照食料品や、 電池などを購入するため、コンビニエンスストアに並ぶ仙台市民震災に、便乗した犯罪がなかったわけではないが、諸外国で見られるような略奪や暴動はなく、秩序は比較的保たれていた。しかし、首都圏を中心に不安を感じた市民が、生活物資の買い溜めを行う動きが収まらず、物流の回復後も小売店の店頭では、品薄状態が続き、 震災の影響がなかった地域にも拡大した。震災だけでなく、東日本での電力不足なども加わったことなどから、日本全体が過度の自粛ムードに包まれ、経済への悪影響が懸念された。警報犯罪宮城県では、津波で大きな被害を受けた仙台市東部や多賀城市、石巻市などで、従業員のいない店舗や住宅、ガソリンスタンドや車などのガソリンを狙った。 窃盗事件が相次ぎ、地震発生から26日までに被害総額が約1億円に上った。また、全国的に義援金の募集が行われている中で、募金詐欺も発生した。警察庁の発表によると、岩手、宮城、福島の被災3県で3月11日から6月末までに発生した ATM からの現金窃盗事件は56件。 被害総額は6億8400万円に上った。そのうちの34件は福島県で発生し、そのほとんどが福島原発から2 0トル圏内での犯行だった。また、20から3 0トル圏内でも大多数の住民が避難したため、空き巣の被害が相当数あった。2 0トル圏内では住民の出入りが禁止されていたため、 数ヶ月後に順次開始された一時帰宅によって初めて、空き巣が発覚する事案が多発した。ペットの置き去り避難所などの関係から、飼い主がペットを手放さざるを得なくなったり、飼い主が死去したりしたために引き取り先がないペットや、野生化したペットが、福島県を中心に多発している。石油製品の供給難 JX 仙台製油所や、東京湾岸の製油施設、 各地輸送所の稼働停止による供給不足と津波によるタンクローリーの被災、異質による輸送手段喪失が発生し、ガソリン、灯油、軽油の供給が滞った。これに対し政府は西日本地域の石油製品在庫取り崩し、製油所の稼働率上昇による増産、流通業者及び地域間の融通を円滑化を支持し、被災地域において、 特に重要な拠点ガソリンサービスステーションを指定し、重点的なガソリンなどの供給が行われた。しかし、一般の SS では、元売りからの供給を受けられないため、給油量に制限を設けるなどの対応が行われた。西日本地域から300台のタンクローリーの追加投入や製油所、輸送所の稼働再開により3月21日頃から次第に供給不足は解消した。 体調不良2013年、東京大学の研究グループは、東日本大震災以来体調不良になっていると、訴えるものが多いことに着目し、対象を若年層に絞って、全国調査を行った。その結果、当該症例数は、有感予診回数と高い相関にあり、本心の震度、空間放射線量率、福島第一原子力発電所からの距離との、 相関性は低いことが判明したと発表した。2014年1月26日、厚生労働省研究班は、岩手、宮城、福島の3県で、震災当時に保育園児だった子どもを対象に、子どもの行動チェックリストを用いた調査を行ったところ、25.9%の子が、精神的問題に関する医療的ケアが必要な状況と分かったと発表した。 調査対象の子供の43.9%が津波を目撃している。空港の混雑二重ローン、二重ローン問題も参照二重ローン問題対策として東日本大震災の影響により債務の返済が困難になった個人の住宅ローンや個人事業主のローンなどの債務を対象とした個人債務者の指摘整理に関するガイドラインが2011年8月22日より 運用開始された。ただし、当ガイドラインの適用件数は2016年4月15日、現在、1347件にとどまっている。また、事業者向けの対策としては、同年11月に、東日本大震災事業者、再生支援機構法案が成立している。東京都中野区暴力団組員殺害事件の裁判が中断された。入学試験。 編集宮城県教育委員会は3月14日から18日までを休校とし15日に予定していた高等学校一般入学試験の合格者発表を22日以降に延期することを決めた。地震発生直後の2011年3月12日、13日には国公立大学の入学試験後期日程が予定されていたが12日は 被災地にある32校の大学で試験が中止されることになった。国立36大学、公立15大学、私立7大学が12日の試験の開始時間繰り下げや地震の影響を受けた受験生の個別対応を行い、追試の対応をした大学もある。文部科学省は3月12日における 国公立大学後期日程の受験者は65,667人であり、この現象は地震の影響によるものであるとしている。東北地方で同日に試験が実施された国公立大学は全12校のうち秋田大学、秋田県立大学のみであった。翌13日においても6校で試験を中止し、5校で繰り下げ実施、または個別対応を行った。また、 家屋の損壊した状況に応じて入学金や授業料の免除を行う大学や震災や計画停電の影響を考慮して授業開始を5月以降とする大学も増えている。資格試験、編集地震発生2日後の3月13日に行われる予定であった第161回国際コミュニケーション英語能力テストは地震の影響で会場が確保できなくなったことなどを理由に 日本全国277会場すべてにおいて中止となった。受験予定人数は約16万人であった。4月17日に行われる予定であった平成23年度春季情報処理技術者試験は地震の影響を考慮し延期が決定した。平成23年度特別情報処理技術者試験として6月26日。 または7月10日に実施されることになった。このほか各種資格試験において全国あるいは一部地域での日程変更が行われている。就職活動、編集、大手企業を中心に2012年春に入社予定の学生を対象とした採用活動の開始時期を遅らせる動きが広がった。また、地震の影響で東北地方を中心に内定取り消しや 採用活動の中止などが相次ぎ、厚生労働省では緊急支援を検討した。詳細は、東日本大震災のイベント等への影響を及び、東日本大震災によるスポーツへの影響を参照。この震災によって、2011年度春の、放送並びに除君日本プロ野球の開幕戦や、J リーグ、名古屋国際女子マラソン、競馬や競輪など、 多くの公的行事やイベントが中止、または延期となったほか、映画の公開延期や商品の発売中止が起きるなど、様々な分野に少なからざる影響が生じた。東日本大震災における放送関連の動きも、参照地震によって、東北、関東地方を中心に大規模な停電が発生したため、停電した放送局の多くは、自家発電によって放送を続けた。 しかし、東北地方では、電力の復旧が遅れたことから、自家発電機の燃料が尽きて停波する放送局が多数現れた。大手の放送局でも TBC ラジオや、東日本放送は親局が一時停波に追い込まれたが、数日中に復旧した。一方、中継局も被災し、3月15日時点で、テレビ63カ所、ラジオ2カ所が停波するなど、 放送自体への影響が長引いた。在京のテレビラジオ各局は地震発生直後に臨時ニュースを順次編成。その後は3月13日夜までほぼ報道特別番組を中心とした特別編成を組んだ。レギュラーの報道番組も番組としての枠を外し、通常枠に近い時間帯の特別番組をキャスターやスタッフが担当して伝えるといった体制が取られた。 地震3日後の14日から地上波テレビ放送キー局では臨時報道特番の構成が緩和し一部の情報番組とニュース番組のレギュラー番組が再開されたが放送時間を拡大した特別版と緊急報道特番を組み合わせた構成の番組が主に放送されドラマアニメバラエティ映画といったレギュラー番組の大多数が放送中し繰り下げを継続したが 15日未明から順次、バラエティドラマ、映画などのレギュラー番組も再開した。また、テレビ各局で3月11日の地震発生直後から、テレビ CM は長時間にわたって放送が中止された。テレビ朝日の約74時間、TBS の62時間、日本テレビと富士テレビの61時間など、各局で長期間 CM 停止が継続し、 CM 総合研究所によると、在京民放キー局においては3月11日の14時50分に日本テレビで放送されてから、翌12日の23時56分にテレビ東京で再開されるまで約33時間にわたって CM が一切放送されなかった。CM 枠が復帰してからも多くの企業が震災を考慮して自粛したため、大量に生じた。 CM 枠の空きを埋めるために AC ジャパンの公共広告4種類が高頻度で繰り返し放送される状態となった。この大量放送によって視聴者から AC ジャパンへの問い合わせクレームが殺到した一方、CM 交換度ランキングで AC ジャパンが首位を獲得するという現象もあった。この大規模な自粛は震災以降日本国内に広まった自粛ムードの一つではあるが、 諸外国からは、得意な現象として指摘される例もあったという。岩手、秋田、宮城、福島、茨城の各県では、臨時災害放送局として、既存のコミュニティ放送局が出力を増力したほか、自治体が災害 FM ラジオ局を開設した。その他では、在京公局で史上初のラジオ、災害情報交差点発動が行われただけでなく、 3月13日17時からインターネットサイマル配信サービスラジコのエリア制限を解除して全国で関東、関西地区の民放13局が聴取可能とし3月25日10時からは中京地区の6局も加わったこの緊急対応は関西、中京地区の12局で3月31日まで関東地区の7局で4月11日まで継続された 東北6県と関東地方の一部の民放 FM 局をパソコンやスマートフォンで無料聴取するサービスも提供された。民放 AM 放送でも地震後1週間程度の期間、ユーストリームやニコニコ動画、自前のウェブサイトなどでサイマル配信を実施した放送局があった。単波放送でも被災地の放送を全国向けに提供する壺があった。この 末端のアマチュア無線では、多くの無線化が非常通信に呼び出しを行い、7.030MHz にて、情報収集、7.043MHz での安否確認に協力しており、これによって孤立した集落が救われた例もあった。一方、地震動、液状化現象、津波により、広範囲で被災した茨城県と千葉県では、地震直後の計画停電の対象エリアに、 茨城県伊多市や千葉県朝日市が含まれるなどしたが、原因の一つとして、被災状況が十分に報道されなかったことが挙げられた。また、震災によって、被災地では共同アンテナが破損したほか、地上デジタル放送の普及活動が停止したため、対策として、地デジ南市対策衛星放送を行った上で、2011年7月24日に、 予定されていた地上デジタル放送への全面移行を、岩手、宮城、福島の3県については2012年3月31日に延期した。日本国外でも各メディアが地震関連のニュースを大きく報じている。地震の影響を報じる主要新聞震災発生直後、全国紙やブロックし、地方指数紙が一斉に号外を発行した。 中日新聞は11日付夕刊の最終版であるイーバ番2という版を設けて一面トップで報じた。3月12日付の長官は、スポーツ紙を含めた隠しとも、一面から最終面まで最大級の見出しと写真で震災の状況を報道した。また、日曜日の夕刊は通常は休刊だが、読売新聞と朝日新聞は3月13日に特別夕刊を発行した。 3月12日からしばらくの間最終面に掲載されている番組表を中面に移設して震災関連の報道を優先した新聞社も数多く存在した。震災直後に発行された新聞では紙面のほとんどが震災報道に当てられたほかページ数もお,およそ半分に削減され新聞広告も自粛された。被災地に立地する新聞社は 災害援助協定を結ぶ近隣地域の新聞社に制作、印刷を委託するなどして新聞発行を継続した。岩手県森岡市の岩手日報社は東北地方の地方新聞社6社で締結する災害自相互支援協定の発動を初めて要請し、自家発電機を有する青森市の東欧日報社で4ページの紙面を印刷。宮城県仙台市に発行本社を置くブロックし、 河北新報は、免震構造の臨転機で印刷した2ページの号外を地震発生当日の23時過ぎに、各避難所に届けた。翌日の長官は、相互支援協定を締結していた新潟日報社に、紙面政策を委託し、8ページの長官を発行。これらにより、停電のため映像として知られることのなかった。 沿岸部の深刻な津波被害の詳細を多くの市民が目にすることとなった。石巻市の地方紙石巻日日新聞は本社が津波で浸水して輪転機や編集作業用のコンピュータなどを全て失った。水に浸からずに済んだ印刷用ロールから切り出した紙に油性フェルトペンで集めた情報を手書きした壁新聞を作成し、 震災翌日から市内の避難所に張り出して情報提供を6日間にわたって実施した。7日目には入手した複合コピー機を使用して印刷した新聞の配布を開始し、2週間後には関係者が応急復旧させた古い臨転機で印刷を再開した。この壁新聞は米国ワシントン DC にあるニュース総合博物館ニュージアムからの要請により、6日、 すべてが寄贈された。東北や関東の被災地では、交通インフラの損壊や燃料不足によって配達が遅延し、復旧までに4から5日以上を要した。岩手東海新聞は、本社にあった唯一の臨転機が水没し、読者の多くも被災したため収入の確保が難しくなり、3月29日付で全従業員を解雇し、休館となった。 現在も発行再開の見通しは立っていない。このほい岩き民報新聞赤旗、東北版、大崎タイムス、三陸新報などが数日休館となった。その一方で、東海新報のように自家発電装置で臨転機を回して発行を継続した新聞もあった。3月11日付の米紙、ニューヨークタイムズでは、日本の厳しい耐震基準や、 防災教育により多くの人命が救われたとする記事が掲載されたほか3月15日付では非常事態に陥っても他者への気遣いや礼節を守り続ける日本人の国民性に学ぶべきものがあるとする記事も掲載されたまたワシントンポストでも救助復興活動にあたる消防団員や自衛官警察官の様子を能率的と評したほか被災者についても 冷静で礼儀正しく、驚くほど、軽投げに対処しているとしている。津波の被害を受けた日本製紙石の巻工場臨海部に所在する日本製紙の石の巻工場と三菱製紙の八戸工場が津波により被災、また内陸部にある日本製紙の岩沼工場、ナコソ工場も津波の影響は受けなかったが、これらの工場を含む太平洋沿岸部にある製紙工場の生産設備、 製品在庫の多くが損壊した。また、燃料不足などにより、これらの工場からの出荷が困難となり、全国的に印刷用紙の受給が逼迫した。日本雑誌協会によると、3月18日の時点で、発行を休止、中止、または発売を延期した雑誌は、週刊少年ジャンプほか191紙に及んだ。このため、集英社をはじめとした各出版社は、 緊急措置として、週刊少年ジャンプや週刊アスキーなどの一部雑誌の最新号をインターネット上で無料配信した。また、震災後しばらくは印刷用紙不足が続いたため、一部の雑誌ではページ数の削減や紙質の変更などの措置が取られた。中小印刷会社の中にはこれにより営業が不可能になり、短期間で倒産する企業も現れた。 情報提供の手段として、インターネットを利用した対応が行われており、テレビでは NHK と民放各局で停電などでテレビを見られない視聴者への配慮として、番組をニコニコ動画、ユーストリーム、ヤフージャパンでリアルタイム配信した。ニコニコ生放送では NHK、フ NH ジテレビ、TBS ニュースバードの許諾を得た上で、ライブストリーミング配信を行うとともに、 独自の緊急性特番も実施し、これらの配信はアカウントなしで視聴が可能になっていた。ユーストリームでは NHK、テレビ朝日、TBS、フジテレビ、テレビ神奈川、ヤフージャパンでは NHK のライブストリーミング配信を行った。なお、インターネット対応が行われたきっかけは、地震発生から約17分後に一人の中学生が行っていた。 NHK の臨時ニュースの無断配信からとされている。震災発生当時の民主党政権は、福島第一原発における事故について、露心要裕であった事実を認識しながら、この事実の公表に伴うパニックや混乱を避けるとの判断から、公式発表ではこの言葉の使用を避け続けた。そして、事故の状況について、公式発表の席で正確な事実を伝えなかった。 そうした姿勢がかえって海外を中心に日本政府に対する不信感となり福島及び首都圏が深刻な放射能被害を受けているが日本政府は事実を隠蔽しているとの憶測が広まり各国の大使館が自国民に日本国内からの退避を呼びかける事態につながった。後に客観的事実からそうした認識は単なる憶測の域を出ておらず心配されるような事態ではないと判明。 震災報道に携わった主要メディアは社説などを通じて過剰な不安を煽った責任について一定の反省を示す一方政府発表の不正確さがこうした憶測を呼んだとして日本政府を批判した2012年1月25日国境なき記者団は東日本大震災の被災地や東京電力福島第一原発事故で過剰な報道規制が敷かれた ことなどを理由に世界の報道自由度ランキングにおいて日本を前年の11位から22位へと格付けした。日本国政府は地震発生から28分後の15時14分、史上初の緊急災害対策本部を設置した。3月12日夜の持ち回り閣議で政令により平成23年東北地方太平洋沖地震等による災害を 激人災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく激人災害に指定し、同じく政令により特定非常災害特別措置法に基づく特定非常災害に指定した。また、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、東京の各都県は災害救助法の適用を決定した。月日、青森、岩手、 宮城、福島、茨城、千葉の各県と内閣府は東北地方太平洋沖地震と津波による被害について被災者生活再建支援法を適用することを決定した。ただし、国および福島県は原発事故に伴う長期避難世帯を被災者生活再建支援法の長期避難世帯と認めず、福島県には適用していない。詳細は、 東日本大震災に対する支援活動、東日本大震災に対する日本国外の対応、および友達作戦を参照生存者を捜索する愛媛県今治市消防本部の消防隊員米空母、ロナルド・レーガン管内で支援の状況を確認する、君塚英二東北方面相関孤立した住民を入浴支援のため護衛艦ヒューガに空輸する。 陸上自衛隊のヘリコプター震災発生を受けて、同日15時14分に設置された内閣府緊急災害対策本部は2011年5月17日、同日までに26,708人が警察庁、消防庁、海上保安庁、自衛隊の派遣部隊によって救出されたと発表した。期間別では自衛隊が19,286名、消防が5 6 4名、 警察が3749名をそれぞれ救出した。また、日本国外の156の国、地域と41の機関が支援を表明し、28の国、地域、機関から救助隊を、53の国、地域、機関から救援物資を受け入れている。被災地では、県や市などの物流の拠点まで輸送された食料や燃料、水、薬品などが、 隅々まで届かず、阪神・淡路大震災発生時と比較して物資が大幅に不足した。その理由として、各地の港湾が被災指導路網が寸断されたこと、市や町の職員が犠牲になるなどして、被災地側の受け入れ体制が整わなかったこと、輸送車両の燃料が不足したこと、被害が広範囲に及び、避難者が指定避難所以外の施設に分散したことなどが挙げられる。 特に燃料が不足し、被災地では自動車で移動したり暖を取ったりすることも困難な状態が長く続いた。また、福島県では福島第一原子力発電所事故による被爆を恐れてトラックが引き返すなどし、沿岸部を中心に物資が届きにくくなった。大湯山脈を超える国道347号をはじめとするいくつかの道路は例年通り冬季閉鎖であったが、 その情報を知らずに、日本海側から救援に向かった車両が引き返す例が、見られた。ロイターの編集者である、フェリックス・サーモンは日本に、義援金を送るべきではないと主張している。日本は金満な国家であり、何千億ドルに相当する、お金を吸って、財源を捻出できるからである。金銭の国際援助は発展途上国にすべきものであり、対外純資産世界一である日本に、 国際援助モデルを適用するのは納得がいかないとしている。また、台湾の寄付総額は少なくとも73億6400万台湾ドルに達した。また、米軍の後に到着し、最初の救援物資を被災地に持ち込んだのは2番目の外国人救助隊であった。救援物資、編集宮城盛況幸町店に並ぶ仙台市民、救援物資の調達では、 水や食料は農林水産省、日用品と燃料は経済産業省、医薬品は厚生労働省がそれぞれ各業界から集め、それを自衛隊や国土交通省が依頼した運送業者が輸送するという体制が取られた。物資は自衛隊や在日米軍の各基地や駐屯地から航空自衛隊松島基地や米軍により復旧された仙台空港、 福島空港、花巻空港へ空輸され、陸路で県の一時物資集積拠点に搬入された後、民間業者により、荷下ろし仕分け、搬出され市町村の二次集積所へ運ばれ、陸上自衛隊のトラックで核避難所へ運ぶという方式が取られた。自衛隊員以外では、東京消防庁航空隊のヘリコプターや、海上保安庁の巡視船や航空機を利用した物資輸送が行われ、 さらに国土交通省の大型春節県有回収船、清志達丸、海昌丸、白山による緊急物資輸送、公開訓練所所属の公開練習船、銀河丸、海洋丸による医薬品などの緊急物資輸送、調査保健船、日清丸、水産庁所属の漁業取締船、水産総合研究センターの調査船などを利用した物資供給も行われた。 また海外巻網漁業協会所属の巻網漁船は3月13日以降に計26隻が被災地へ向かい船に搭載された小型艇を用いて大型船が接岸できない地域に食料、軽油、毛布などを搬入した。また全日本海員組合はチャーターした200トン型対釣り漁船を用いて函館港から三陸各港への物資輸送を行っている。 自衛隊編集防衛省は地震発生から4分後の3月11日14時50分に災害対策本部を設置し52分に自衛艦隊司令官による出動下の全艦艇への出航命令が加齢され護衛艦高波が石巻沖での救助の先陣を切った大港航空基地からの UH-60J 発進を皮切りに陸海空自衛隊が 救助や偵察のためにヘリコプターや戦闘機、哨戒機などをスクランブル発進させた。陸上自衛隊の UH-1 が撮影した何波にも渡って襲来する津波の映像は報道機関を通じて全国に放送されている。また迅速、効果的に救助、支援活動を行うため14日に陸海空自衛隊の各部隊による統合任務部隊として 君塚英治東北方面総監を指揮官とする再統合任務部隊を編成。自衛隊創設以来最大規模の災害派遣を行った。27日現在人員約10万6900名と回転翼217機、固定翼326機、幹線53隻が救援活動を行っている。また、福島第一原発の対処には、 中央特殊武器防護隊を中心とした中央即応集団が選任し他の部隊とは異なる指揮系統の下で活動している。日々拡大する被害の復興のため防衛省は3月16日に防衛省自衛隊創設以来初となる即応予備自衛官及び予備自衛官の災害招集命令を発令した。2011年に動員した自衛隊員は延べ1058万人である。 自衛隊員23万人のほぼ半数を投入した。3月14日に、君塚英治東北方面総監を指揮官とする自衛隊の各部隊による再統合任務部隊を編成した。福島第一原発事故に対応しては、JTF とは別に中央速応集団を待機出動させた。自衛隊は、発災から2ヶ月間、10万人体制で復興支援を行ってきたが、 2011年5月2日に国際テロ組織アルカアイダの指導者ウサーマ・ビン・ラービンの米軍による暗殺が発表されたことを受け国内でのテロ活動の阻止にも体力を使用する必要が生じたことから段階的に派遣の規模を縮小する方針とした航空自衛隊は当初の規模の半分に縮小している派遣勢力は最大時で人員約10万7000人 航空機約540機、艇五59隻だった。発災から6月11日までの3ヶ月の派遣規模は、自民のべ約868万7000人、航空機同約4万1000機、艦艇同約4100に達した。主な成果は、人命救助19286人、遺体収容は9487体、物資等輸送は、 1> 約一万1500トン、医療チームなどの輸送は一万八千三百十人、患者輸送百七十五人。被災者の生活支援面では、給水支援が約三万二千八百二十トン、給食支援が約四百四十七万七千四百四十食、燃料支援が約 1400KL。このほか入浴支援は約八十五万四千九百八十人、衛生など支援は、 約2万3370人となっている。震災を目撃したアメリカ海兵隊幹部たちは、もし、アメリカ海兵隊のような軍事能力を持つ組織が、日本にあったなら、数千名の命を救えたと指摘した。発災から延べ4ヶ月にわたり10万人規模の、統合任務部隊をもって被災者支援、復興を行ってきた防衛省は、2011年7月1日をもって、 災い統合任務部隊を解散した。今後は、東北地方の陸自部隊が中心となり支援活動を続ける。7月1日に、北沢都美防衛省が、君塚東北方面総監に対し、再統合任務部隊の解散を命じた。再統合任務部隊の編成開組後現地で、支援任務を行ってきた第9師団は7月26日に、岩手県内、 第6師団は7月31日付で宮城県内での支援任務を終了した。中央速央集団司令官を長として福島第一原子力発電所事故の対応に当たってきた部隊は2011年12月26日をもって撤収し、防衛省、自衛隊による一連の派遣が終了した。ロシア連邦軍及び中国人民解放軍は 東日本大震災の発災直後から偵察機、戦闘機を波状的に日本の防空識別圏内に飛来させた。自衛隊は災害派遣と並行して戦闘機によるスクランブル発進を実施して対処した。両国軍用機による日本の防空識別圏内への飛来はその後も発生し、特にロシア軍は放射能測定を理由に東北地方沖合に何回も航空機を 飛来させている。自衛隊の損害、編集陸上自衛隊東北方面隊管内にある宮城県の多賀町駐屯地や航空自衛隊松島基地は震災後の津波によって浸水し、施設や装備に大きな被害を受けた。その他東北地方に所在する他の陸海、空自衛隊の基地、駐屯地においても施設や設備に多数の損害を受けた。 松島基地では駐機場及び格納庫に駐機していた航空機28機すべてが水没するなどの被害を受けた。これにより、第4航空団は救援活動を行おうにもても足も出ない状況に陥った。また、仙台空港において整備中であった陸上自衛隊第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター対象族の EC-225 LP 型1機が津波による空港の浸水によって水没し全損となった。陸、海、空自衛隊の派遣場所自衛隊員の災害関連死、編集2011年4月1日、震災発生翌日の12日に中屯地を出発し、15日から作業に従事していた50歳代の総長が死亡した。死因は過労死の可能性があるとされている。 総長が所属していた第二特化連隊の連隊長は、総長の死亡について、誠に残念で、ご冥福をお祈りする。災害派遣活動との因果関係を調査し、原因を究明したいと述べた。4月2日、防衛省は、同総長を1日付で順位に特別承認させる、ことを決めた。15日には、東野市の指揮所で、 運用調整に当たっていた第9施設大隊所属の一等陸層が脳幹出血で死亡。防衛省は同日付で一層を総長に特別承認させた。一層が所属していた第9施設大隊の大隊長は大変残念。倒れた隊員の復興にかける気持ちを受け継ぎ、全力で活動するとともに隊員の健康管理に万全を期すと述べた。5月27日未明には、 第18普通科連隊所属の三島陸層が死亡。本震災における自衛隊員の災害関連死は3人目となった。緊急消防援助隊、編集消防庁の指示で全国の消防本部から緊急消防援助隊のべ10万9919人が派遣されて5064人を救出した。緊急消防援助隊活動実績を参照国政、編集震災に関係する。 菅内閣の対応の詳細については、菅内閣東日本大震災への対応を、参照地震が発生した当日、菅直人は、地震を本部長とする緊急災害対策本部を設置した。これは大規模な災害が発生した場合に、内閣府に設置することと法律で定められている、臨時の機関であるが、これまでに設置された例はなく、東日本大震災の発生によって、 初めて設置されることとなった。関大二次改造内閣は、平成23年度本予算案を、衆議院本会議で賛成多数で可決させたものの、予算関連法案は成立させるめどが立たず、与野党間の対立も激しさを増していたが、震災発生後は一転し、震災発生から間もなく菅アオトが、首相官邸に集めて、与野党党首会談を行い、救国のための協力を要請。 野党側も対立姿勢を修正した。14日には震災対応特措法の早期成立が与野党内で合意された。2011年4月11日の閣議決定により東日本大震災復興構想会議が設置された。同年6月24日に東日本大震災復興基本法が交付、施行され東日本大震災復興対策本部が 内閣に設置された。7月25日、東日本大震災の復旧、復興関連経費を盛り込んだ平成23年度第二次補正予算が成立。11月20日、東日本大震災関係経費11兆7335億円などを柱とする平成23年度第三次補正予算が成立。12月7日、 東日本大震災復興特別区域法が成立。12月9日、復興庁設置法が成立し、震災からの復興を目的として、期間を定めて設置される復興庁の所掌事務、組織が具体化された。2012年2月10日、復興庁が発足。2012年1月27日、東日本大震災に関する15組織のうち、 原子力災害対策本部、政府、東京電力統合対策室、原発事故経済被害対応チーム、緊急災害対策本部、被災者生活支援チーム、官邸緊急参集チーム、各府省連絡会議、経済情勢に関する検討会合、電力需要に関する検討会合、電力改革及び、東京電力に関する閣僚会合の10組織が、 公文書管理法が趣旨とする議事録を未作成、そのうち後組織では、議事概要も未作成、または一部作成であったとする調査結果を発表した。当時内閣総理大臣の野田義彦は、午前の参議院本会議で、文書で随時記録されなかったのは遺憾。会議の意思決定過程を把握できる、文書作成は国民への説明責任を果たすため、極めて重要と答弁した。 政党の動き、編集この節では、政策、積極的な内容を扱っている。金銭、物質的な支援活動については、東日本大震災に対する支援活動、政治団体を、参照地方行政、編集日本での選挙は、第17回統一地方選挙を参照岩手県、陸前高田市や宮城県南三陸町、道県女川町など各地で、 役所、役場が津波によって、冠水、損壊し、岩手県大槌町では、町長が死亡するなど、津波被害を受けた東北太平洋岸や原発事故のあった福島県浜通りでは、職員の多くが被災したため人手不足に陥ったり、役場、議会や行政書類が被害を受けたりしたことなどにより、行政機能が麻痺する自治体も出た。2011年4月に、 第17回統一地方選挙が実施されたが、震災地域については、被災地選挙延期法で延期されている。間接的な影響ではあるが、ドイツバーデン・ビュルテンベルク州で3月27日に行われた衆議会選挙では、福島第一原子力発電所事故による反原発運動の高まりなどにより、同盟90、緑の党が第二党に躍進してドイツ社会民主党と、 連立与党を組むに至るなど、国外の政局でも、日本の震災の影響を受けたところがあった。詳細は、東日本大震災に対する皇室の対応を、参照原発被害などを受けて、イタリアやフランス、アメリカ合衆国やオーストラリアなどの政府が、日本に駐在している、会社員や外交官、学生や旅行者などを一時的に国外へ避難させるために、政府専用機や、 民間チャーター機などを日本国内の空港に派遣した。無償で自国民を国外に避難させると同時に放射能の影響を受けないと思われる地域への一時避難を奨励する勧告を行った。また在日外国人の中には本国政府や所属企業からの避難勧告が出ていないにもかかわらず自主的に国外へ逃れる者もいた。 これらの在日外国人の避難や逃亡を受けて、これらの国の企業の日本法人や支店などの中には、通常の業務に障害をきたすものや、創業を一時的に停止せざるを得なくなるものもあった。その後も一部の外国企業は、日本法人の本社や支店を、原発被害を受けにくいとされた関西地方や、九州地方などに一時的に移転させることを検討し、実際に、アリコジャパンなど、 一時的に地方に移転させた企業もあった。また同様の理由から、ルフトハンザ航空やエールフランス航空などは原発事故がある程度沈静化し放射能被害が及ばないことが確認されるまで成田国際空港への乗り入れを停止したり、関西国際空港などへ一時的に目的地を移す措置を行った。また、関西国際空港や韓国経由で 成田国際空港へ運航し、その日のうちに、これらの空港に引き換えさせることで、成田国際空港での乗務員の宿泊及び、機内食の積み込みが発生しないようにする航空会社もあった。岩手、宮城、福島3県の沿岸で発生した、大量の災害廃棄物と津波堆積物の処理は2017年3月末までに完了した、総量は1843万トンであった。 被災地内での処理を進める方針から、仮設焼却炉の増設が計画されているほか、被災地以外での処理も行われた。津波により海へ押し流され、海底に沈んだ瓦礫は、震災発生から10年経っても処理が続いている。一部は、専門業者が引き上げているほか、漁網にかかって、発見、回収されることも多い。津波により、市街地あるいは、集落単位で、 建物やインフラが破壊され都市機能が失われた岩手、宮城、福島三県沿岸などの地域では復興の方向性をめぐる議論が行われ一部は事業が開始されている具体的なアイデアには以下のようなものがある福島県は2012年7月に福島観光復興支援センターを設立し講演者、視察先、ボランティア先、モデルコースの紹介などを行っている 2013年度にセンターが仲介した講演者は1.3万人だった。震災9年10ヶ月後の2021年1月末集計の事業完了割合。災害公営住宅100%、民間住宅登用、宅100%、地海岸工事78%、海岸防災林86%、河川対策100%、河川対策96%、 高台移転100%、道路100%、道路99%、復興道路85%、交番100%、漁港97%、農地94%、鉄道100%、学校99%、水道施設98%、下水道100%、災害廃棄物の処理100%震災後、ボランティア活動に対する保険衛生上の規制や、 支援車両に対する道路交通法の規制など、現在の法令による政権が復興の障害となっていることが明らかになった。復興の遅れにより、経済や生活に二次的な被害が生じているため、関係自治体では、災害特区指定や特別立法への期待も大きい。市街地が壊滅した岩手県陸前高田市などでは、集落ごと高台に移転するといった、 大規模な対策が検討されているが、課題も山積している。震災以後も2011年9月には戦後最大級の勢力をもって上陸した台風15号によって被災地が広範囲で浸水し、福島第一原発では汚染水の水上昇などの被害が起きている。膨大な量の瓦礫をどのように処理するかについても瓦礫に付着した 放射性物質の濃度が問題とされ、広域的な処理は進んでいない。国および福島県は原発事故に伴う長期避難世帯を被災者生活再建支援法の長期避難世帯と認めていないことから、原発事故の長期避難に伴う災害関連死対策や原発避難者生活再建支援施策が求められている。三陸海岸沿岸市町村では、 防潮堤など復興、防災工事が完了するにつれ土木作業員が引き上げたり雇用が減ったりして人口減少が進んでいる。福島第一原発事故が起きた福島県浜通りなどでも避難して戻らない元住民が多い。流入先となっている。仙台市は2011年から転入超過が続いている。被害が大きかった東北三県が復興記念公園をそれぞれ整備し、 政府が公園内に国営の追悼施設を設けた。追悼施設は岩手県は陸前高田市、宮城県は石巻市、福島県では浪江町での建設が2017年9月1日に閣議決定された。被災自治体の多くは翌年の2012年から毎年3月11日、震災犠牲者の追悼式を開いている。 日本国政府も2021年まで国立劇場で開いていたが、2020年1月21日に当時、官房長官の菅義偉は、定例記者会見の場で、節目の10年目となる2021年をもって、政府主催としての追悼式を終了する考えを示した。2020年3月3日、内閣は新型コロナウイルスの影響を受け、 政府主催の追悼式の中止を発表し、同年3月6日の閣議にて中止が決定。追悼式の代わりに総理大臣官邸喧嘩式が取り行われた。2021年3月2日、同年の追悼式については、コロナウイルスの感染対策を踏まえ、参列者を限定することで開催することを閣議にて決定し、内閣総理大臣が務める実行委員長は2019年まで、 出席していた安倍晋三に代わり、次期内閣総理大臣に就任した菅義偉が出席したほか、近城天皇徳人と皇后政子も出席した。同時点で天皇陛下が出席するのは皇太子時代を含めると初めてであった。なお、参列者はマスクを着用して出席し、2019年まで行っていた一般参加者の喧嘩は見送られた。津波の水が引いた後に、 半ば破壊されて残った建物が被災地沿岸の各所に存在する。これらのうち震災以降に認定されると教訓を後世に伝えるため公費で保存される。公費投入は一時地帯一施設が原則であるため公式の移行認定は公共施設が優先されており2017年12月時点で民間建物は太郎観光ホテルのみである。所有者が 自費保存を決めているもの以外の民間移行は取り壊しが懸念される建物もある。他にも自然災害伝承費の再評価やそれに類似したモニュメント施設の新設も見られる。国土交通省東北地方整備局などによる震災伝承ネットワーク協議会はこれら震災伝承施設を220件以上登録しているほか東北経済連合会などは 一般財団法人3.11伝承ロード推進機構を設立して震災以降のネットワーク化を進めている。主な震災以降を一家に示す。震災から3年の時点で保存が検討されているのは宮城県で15カ所ほど岩手県で8カ所ある。2014年5月現在、宮城県では7市町の12施設が検討対象である。震災復興を祈り、 国際天文学連合の小惑星、水星、流星2012をきっかけとして、小惑星に被災地の地名が命名された。これは、国立天文台がローエル天文台に依頼して付けたものである。その他、以下の震災関連で命名された小惑星がある。この震災は、被害、被災の規模が極めて大きく、社会全体に広範な影響をもたらしたことから、 東日本大震災に関連して、数多くの作品、表現が発表された。その内容は、災害ドキュメンタリーやルポルタージュ、体験記といったノンフィクション作品をはじめ、貧困の思いを込めたもの、東日本大震災からの復興をテーマにしたもの、被災体験やボランティア体験を契機とした創作作品など多岐にわたる。以下に、東日本大震災に直接関連するものを挙げる。 一般的な概念としての絆や復興を扱ったものは、ここでは取り上げない。研究書、学術論文、評論、編集地震、津波そのものの理科学的考察が主であるものは、含まない。文学、編集ノンフィクション、ルポ、写真集他、編集フィクション、編集映画、編集時系列順に表記し、月が不明なものはその年の最後に付した。 年月不明の作品は最後に付した。自主制作作品も含む。ノンフィクション、ドキュメンタリー、編集相馬勘歌、第2部、祭りの馬から、松林陽樹監督。双葉から遠く離れて、第2部から2014年11月公開。双葉から遠く離れて、スピンオフ短編放射能2014年双葉から、遠く離れて2016総集編2016年フィクション。 編集テレビ、編集ノンフィクション、ドキュメンタリー、編集ドラマ、編集演劇、編集漫画、編集アニメ、編集助けを求める、人々の声を聞き、必ず来ると伝えながら、原発事故の悲願命令が出て、救助に戻れなかった消防団の無念を描く、短編アニメ、編集紙芝居、編集音楽、編集、ありがとうございます。